おっと、危ねえ。ん？おい、もしかしてこのガキじゃねえのか？待ちなさい。君は愚かだ。我々に関わってこなければ見逃してあげるというのに。おいおい、見ろよ。こいつ、この人数相手にやる気だぜ。このガキ、一体何者なんだ？宇野守、貴様は一体何者なんだ？守る、目を覚ましたのね。よかった。死んじゃったのかと思ったんだからね。守はどこにも行かないよね。
もうちょっと。いいでしょ。全然平気よ。私が大声を上げたら逃げていったわ。だからあの男には関わらない方がいいわ。またいつ襲われるかわからないから。体は大丈夫なの？そんなにボロボロで痛いでしょ。あんまり無理しないでね。そろそろ家に戻らなくちゃね。一人で歩ける？私はどこも怪我してないわよ。またね、守る。別に。守る？帰ってるの？入ってもいいかしら？守る？昨日はどうしたの？大事にならなければいいけど。私が帰るまで誰も訪ねてこなかったわ。Thank you.
それまでの辛抱ね。イスカ、おはよう。おはよう。今日もお仕事かい？うん、今日もちょっと遅くなるから。帰り道危ないだろうから気をつけるんだよ。うん、ありがとう。しっかり食べていきなさい。じゃないと力も出ないだろう。ごちそうさま。美味しかったわ。はい、お茶も飲んでいきなさい。ありがとう。それじゃあ行ってくるわね。行ってらっしゃい。おっと、イスカ君、準備しているところ悪いね。ゆえあってこちらから出向いてしまったよ。一体何の用よ。さて、悪いけど上がらせてもらうよ。話ならここじゃなくてもできるでしょ。君には関係のない話だ。ほら、宇野くんのところにでも遊びに行ってきたらどうかね。お待ちください。ただいまお茶を入れてまいりますので。いえいえ、お気遣い結構です。話が済めばすぐに引き返しますので。そうですか。それでどういったお話でしょうか。さて、お話というのはですね、単刀直入に言ってしまいますと、そろそろあなたに罪を認めてほしいのです。はぁ、ふざけないで。イスカ、おばあちゃん、なんで。しちゃいましたが、一体何のお話でしょうか。おいおい、とぼけても無駄だぞ。あんたのしたことは俺たちだけじゃなく島民全員が知っている。私には一体何のお話なのか。とぼけんじゃねえ。鶴代さん、私どももこれ以上騒ぎを大きくしたくはありません。ですからどうか罪を認めてはくださいませんか。
こんな、私は何の罪も犯しておりません。だから認めろとおっしゃられても、一体何の罪を認めればいいのか分かりません。まさか忘れてしまわれましたか。おばあちゃんは無関係よ。君には関係ない。口を挟まないでもらおうか。関係あるわよ。私はおばあちゃんの孫よ。家族が冤罪になりかけているのを黙って見過ごせるわけないでしょ。冤罪？冤罪ではないから、私たちがこうして罪を認めさせに来ているのだよ。さあ鶴代さん、罪を告白して楽になるのです。そうすればまたあなたのもとにも幸せはやってきます。また罪でも何でもいい、お願い。失礼ですが教祖様、私には覚えがありません。おばあちゃん、ほう、どうしても認めないと。それはいけませんな。みんなを導く立場にある者として、罪人は更生させなければいけません。おばあちゃんに何する気よ！そうだね。罪を認めない人間に対しては、古くから尋問か拷問が行われていた。だから、私もその教えに従うまでだ。あまりやりすぎないように。邪魔だ小娘、どけ。話しなさい！だったらさっさとそこをどくんだな！いい加減にせんかい！おばちゃん。
黙って見ていればいい気になりよってイスカが痛がっとるだろう。うちの孫に手出すんじゃない。おばあちゃん、おばあちゃん。よしよし、怖かったろう。でももう大丈夫だよ。帰んなさい、うん、帰んなさい。今日のところはこれで失礼します。また日を改めて参ります。Thank you.